メイズって曲に関して言うと、ステップシーケンスで音階だけをこう作って、でそれにシーケンシャルサーキットの、ドラムトラックスっていうのがあって、この3台を、同期させて作った曲ですね。やっぱり時代がテクノ最盛期というか、単純にそのどうだギターうまいだろうっていうようなアルバムはもう作らなくていいんじゃないか。それよりもその曲が面白くて、サウンドが面白い